ンテンシティスピードテックインテンシティ。今日はシーズン中ありがとうございます。ありがとうございます。シーズンもう終盤も終盤ですよね。そうですね、もうあと3試合で終わりという感じで、もうあともう練習も10回ぐらいしかないみたいな感じで、もう本当に終盤です。かなり激動のシーズンでしたもんね。そうですね、個人的にもチーム的にも結構激動な1年でした、ね。まずちょっと最初キャリアの振り返りというか、はい、サッカー育成年代の頃からお聞きできたらと思ってます。はい、はい、ご出身はもともとどちらですか？静岡県の沼津市です。あ、沼津市。そこからエスパルスユースに行くわけですけど、比較的こう地元ですか？いや、最初は育成の時はアスルクラロ沼津っていうチームにいて、はい、その頃アスルクラロ沼津はジュビロ磐田と姉妹クラブみたいな、はい、一応ジュビロ系列みたいなチームにいて、はい、でその中学のチームからエスパルスに行ったんで、あんまりない生き方でしたね。なるほど、はい。ご家族はジュビロだったりアスルの方を応援してる？そうです、うちの親とかはもともとジュビロファンで、はい、結構ジュビロの試合とかも毎週とかホームの試合でヤマハに連れてってもらってたりして、そう、正直僕はジュビロユースに上がりたくて、はい、上がれると思ってやってたらまさかの上がれないってなって、その時にまあエスパルスにちょっと声をかけていただいたりとか、まあ、練習参加したりしてユースに行くことになりました。うん、から先は早稲田大学に進学されると思うんですけど、はい、こうジュリア選手は世代の中でこう台頭してきたというか、目立つ存在になっていたので、どれぐらいの時期からなんですか？もう大学3年ぐらいですかね。やっぱそのユニバーシアード全日本大学選抜に入れるようになったぐらいですかね。世代を代表するってわけじゃないですけど、はい、まあ、一応、はい、その選抜に入れたっていうのは結構大きかったかなと思います。うん、ユース時代もそんなにこう突出した選手では当時はなかったんですか？まあ試合には出させてもらってたし、国体とかは出たし、ほんの少しだけ代表の候補の合宿とか行ったりしてましたけど、なんかずっと代表に入り続けるとか、この世代って言ったら鈴木純也っていう感じでは別になかったですよね。入ってみて早稲田大学ってどんなこう環境でしたか？なんかそこで初めて部活っていうものを目の当たりにしたんで、それまでクラブチームでずっといたんで、部活の厳しさっていうのをびっくりしましたね。厳しさをもう少し具体的に言ってたら、まあ、いくつかありそうですけど、比較的それでも早稲田は上下関係とかそこまで厳しくないですけど、でもなんか部としてサッカー以外での規律ってわけじゃないですけど、なんかこうしっかりしなきゃいけないっていうところは結構衝撃でした、うん、衝撃的でしたね。それこそ初めて寮にも入ったりとかして、まあ、寮にも常に先輩たちがいたりとか、そこまで上下関係はないけど、やっぱ先輩後輩ってのがあったりとか、うん、やっぱ17歳18歳ぐらいからしたら、やっぱ4年生の22歳ぐらいの人ってすごく大人に見えて、そういう人たちと一緒になんか、はい、やるっていうのは、それこそなんか水、ボトルに水入れたりとか、はい、ボール磨いたりとかビブス洗濯したりとか、そんなんやったことなかったんで、そういうのなんかちょっと衝撃的でした。あ、同世代には どんな選手が当時ユニバの選抜にはいたんですか？年下になりますけど、まあ、三笘もいたし、旗手レオとか、まあ、今お宮ですけど中野聖とか、重弘とか、うん、レッツの柴戸海とか、今代表のいる森田秀とか、はい、まあ、神戸のセンターバックの菊池龍穂とか、結構すごかったんじゃないですかね。だってもう、ね、なんか20人ぐらいいて、俺とそのもう一人以外みんな J1、 J2 のやつもいたのかな、でもみんな J1 ほぼ行きましたね。うん、当時はそのチームの、まあ、レベルとか振り返ってみてもやっぱりすごかったですか？うん、やっぱ高かったと思います。みんな、うん、上手でしたね。なんか各、まあ、大学とか各地域でも本当にトップクラスの選手たちが集まって、やっぱサッカーやると、あ、強いなっていうのはやっぱ感じましたね。大学の先輩後輩とかも含めても、うん、結構こう J に行く人が多いと思うんですけど、はい、こうドイツに行くっていう決断をしたのは、うん、なんかどういう背景とか経緯があったんですか？
まず4年になるときに全日本大学選抜でドイツ遠征に行って、うん、そこでなんかデュッセルドルフと か結構割と強いチームと戦ったときに、まあやっぱそのさっき言ったみんなそれぐらいの選手たちの集まりだから、うん、割と日本代表として結構強くて、はい、で自分もそこで、まあ、周りが良かったこともあって少し練習参加の話とか少しオファーに近い話をもらったりして、それまでプロイコール J リーグだと思ってたのが、うん、いやこんな選択肢もあるんだってそこで感じて、でそれは4年の最初ぐらいで、でもその4年の最初ぐらいにはさっき言ったようなメンバーはもうみんなほとんど内定もらってて、ほんと数人ぐらいしか内定もらってない状況で、その内定もらってない方に自分は入ってて、だからまあ一応その選択肢が出てきた時に、あそれはありなのかなと思いつつ、でも急にドイツって未知すぎて最初はなんかすごく迷ったんですけど、でも結局はまず一番大きな要因としては J1 とかから声がかからなかったっていうところが大きかったですね。多分そこで J1 から声かかってたらもしかしたらそっちが言ってたかもしれないですけど、うん、やっぱ J1 から声かかんなかった、 J2 も微妙なぐらい正直そういう状態の中で、ただドイツは行けるっていう確率が少し高くなったんですよ、うん、4年の夏ぐらいの段階で、うん、じゃあ今しか行けないし行っちゃえばいいかと思って、もうそこでもう4年の夏ぐらいで、あもうドイツ行こうと思って、はい、そっちの方の考えにシフトチェンジしましたね。入団した先のチームはどういうカテゴリー？ドイツの3部のリーグで、はいはい、まあ多分あんまりみんなドイツの3部って分かんないと思うんですけど、一応まあ J リーグでいう J3 っていう感じで、ちゃんとプロリーグだし、うん、全国リーグだし、その下からは日本で地域リーグみたいなのかな、ドイツって結構はい、4つぐらいのなんかリーグがあって、4部とかには、うんっていう感じなんで、3部まではちゃんと一応全国リーグっていうかちゃんとプロのリーグでっていう感じで、その3部のアーレンっていうチームに行ったんですけど、うん、はい、実際現地で の, そのレベルとかはどうでしたか、行ってみて。サッカーで言ったらいけるなというか勝負できるなというか、うんうん、戦えるなっていう思いはありました。でもやっぱりなんか言葉の壁とか文化とか、それこそ、まあ、僕と慶応の選手もう一人で行ったんですけど、はい、2人しか日本人その街っていうかそこにはいないんで、はい、日本人は通訳もいたわけじゃないから、はい、その慶応の方の選手は、まあ、頭も良くて英語も少し喋れたから良かったですけど、俺とか全然英語も喋れないし、うん、ドイツ語も喋れないからなかなか厳しかったですね。こう1年で帰ってくる形？いやもう半年ぐらいで帰ってきました。そうなんですね、はい、これはまたどういう経緯で帰ってくるか、これも正直考えがすごく甘かったんですけど、その4年の夏から4年の終わりぐらいのそのドイツに行くって決めてから、なんか2部のチームもキャンプに参加できるみたいな話になったんですよね。でも2部って言ったら誰ですかね、それ宇佐美さんとかも、はい、なんかあんまり思うような多分結果が出せなかったりとかっていうくらい、本当に2部、3部から2部一気にも全然違って、うん、多分田中碧選手とかも、ね、はい、そうですよね。だからそういう日本でいう代表ぐらいの選手が向こうの2部とかで本当に活躍できるかできないかぐらいの世界っていうところで、それってそんな簡単じゃないっていう思いになって、まあ一緒にこう進路を相談してる人がいたんですけど、話してだったらまず3部から手堅く始めてみたいな、ちょっとそんな感じで、で日本の冬っていうのは向こうでいうシーズンのまだ途中なんで、じゃあまず半年行って半年で慣れて、次のちゃんとこの向こうの夏のタイミングっていうか向こうがシーズン終わって開けるタイミングのところでもう一回2部とか、うん、そういうもっとこうクラブ規模的に大きいところにチャレンジしようみたいな、なんかもうあくまでも3部でもう出れるぐらい、出れる前提ぐらいの感覚で行って、それが全然そんなことなく結局2試合ぐらいしか出れなくて、だからそこ契約終わったんで、そう帰ってくるしかないっていう状況になったんですよ。そこからはもう現地でこうまた模索したり海外でっていうよりは一回日本に帰ってきて、日本に帰ってきて本当もう一回行こうと思って、そこで結婚もしたし、
奥さんも連れていくつもりで、でもチームがなかなか決まんなくてドイツには行けないっていう風になって、そしたらなんか大学卒業してそのままドイツに行って日本に帰ってくるっていう時になんかいろいろ申請が必要だったりとかしたらしくて、はいはい、それをちょっと自分も、うん、なんか一緒に動いてる人もちょっと分からずそれが遅れてしまって、その残りの半年は J リーグに登録できないっていう感じになっちゃって、そこから半年ニートみたいな生活してました。そうなんですね。だから自分の実家とか奥さんの実家で面倒を見てもらいながら、もう結婚してるのに、はい、体を動かすときは動かして、本当にそれこそ家の近くのジムとか行って走ったりとか筋トレするぐらいのことをやって、うん、でも来季から契約してもらえそうなチームを探してはいるけどなかなか見つからずみたいな状況でした。今こう振り返るとなんかその時間って、まあ、良かったこと悪かったことあると思うんですけど、なんかどんな時間だったなって思いますか？あんまり記憶ないって言い方おかしいですけど結構自分にとっては本当に苦しい時期だったんで、どうやって生活しようみたいなぐらいの感覚、契約もないしニートだからお金もないし、まあ、結婚もしてるしどうしたらいいんだろうっていう、いろいろ考えたいけど考えられる状況じゃなくて、結果今こうやって今 J リーグ J3 から始まったけど J1 まで行けて今町田に移籍してまた昇格できそうできるっていう状況になったんで、結果的にはまあ悪くない経験だったなって言えますけど、あの時の時間ってすごいしんどかったですね。経験して今同じカテゴリーにいる人ってあんまりいないかもしれないです。そうですね、あんまり聞かないですね。その後こう藤枝直美に入って、はい、まさにあの旗から見ると秋田で FC 東京とすごい勢いでステップアップされていると思うんですけど、この藤枝からこう FC 東京にたどり着くまでなんかどんなこう自分の中でこうキャリアというか取り組みの中でそういったステップを上がっていかれたんですか？なんかもうその自分が藤枝真由志に入る頃にはそれこそもうヒデは A 代表デビューしてたり、デビューするぐらいの年だったり、ね、三笘とかもフロンターレとかで大学生だけど行ってたりとか、本当にさっき言ったユニバーシアで一緒にやったメンバーが最前線で活躍するっていうのがまあ自分も見てたんで、うん、悔しかったですけど、それこそ J3 の藤枝真由志に入ってバイトを2つ掛け持ちしながらやってたんで、毎日すごい必死で、はい、こっから J1 まで這い上がってやるみたいな気持ちよりかは毎日毎日本当全力で生活するっていう、本当目の前のことを精一杯頑張るみたいな、その積み重ねだったかなっていうふうに思います。で秋田に行ってやっとサッカーだけで生活できるぐらいの環境になって、で J3 優勝してJ2 行ってみたいな、だから秋田に行ったぐらいでやっとこうサッカー選手としていろいろ考えれるようになった感じはありますね。やっぱ藤田の時はさっき言ったバイト2つやってたりとか、本当に2ブレーンして夜バイト行ってみたいなこともやってたんで、で試合終わって次の日オフだけど仕事行ってみたいな、工場行ってみたいなこともやってたんで、あんまりそのキャリアについて考えられるほど正直余裕はなかったですね。大卒で数年で引退されちゃう選手もいると思うんですけど、本当にそうだと思います。なんかそこってこう、まあ、日々に一生懸命だったと思うんですけど、なんかどういう理由があったんですか？一つはまあ運が良かったとは思うんですけど、藤枝時代に、使ってもらえて、まあ、それを評価してもらえて、で自分が中学校の時の恩師だった人が、秋田で監督やるって言って僕も一緒に行って、でそこで、まあ、J3 優勝できて J2 上がれてっていう、まあ、結構運が良かったっていうところもありますけど、なんか自分を表現するっていうことはドイツ行って学んだかなって思います。やっぱ言葉も喋れない、文化も違う、国籍も違う自分が向こうに行って、やっぱ自分がこうなかなか自分を表現しきれずに終わってしまったっていうのがあったんで、なんか J3 藤枝真由志入ってからは、まあ、自分を表現していくとかやっぱ少し心がけてはいたし、プレーの面でも自分のそのストロングポイントみたいなところは積極的に出して、それは評価してもらえて、まあ、秋田に行って秋田でもその自分の武器っていうのをどんどん出していって、
まあ、それを評価してもらえて FC 東京に、まあ、取っていただいてみたいな感じだったので、うん、まあ、そういった意味で言うと、まあ、ドイツ行ったこととかっていうのは、まあ、無駄じゃなかったかなっていうふうには思います。FC 東京にこう入団するというので、うん、本当に J 屈指の規模だったり、はい、レベルのチームだと思うんですけど、こうオファーもらった時の心境とか、なんか行くって決めたこととか、そのあたりってどういう、はい、J3 か J2 に上がって、5月終わりぐらいに多分声かけてもらったんですよね。で割と早かったんですよね。僕も初めて J2 に上がって、J2 で、まあ、前期も終わってない時期に、うん、声をかけてもらったから、もう本当に1ミリも考えてなくて、はい、まあ、キャリアについて考えるようになったけど、でも J2 で1年結果残して、冬のタイミングでそういうクラブから声がかかるように頑張るぞと思って臨んだんで、そしたらまさかのシーズン開幕して2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、FC東京今日から声かかって、何のことみたいな、どういうことみたいな感じでしたね。本当にびっくりしました。最初なんか冗談なのかなと思うぐらい、はい、その時 FC 東京でもともとプレーしてた選手が、秋田にいて加賀選手っていう方なんですけど、加賀、うん、はい、さんからこういうチームからちょっと気にしてるみたいな声もなんか聞いたよみたいなことを言われて、まさか正式にオファー来るなんて思ってないし、うん、本当にびっくりしました。 FC 東京がもう6月中に来てもらえたらみたいなことも言ってもらえたりとかしてて、てかもう割とすぐ行くということは決めて、FC東京に入ってみてこうガンガンとレベルが上がっていくと思うんですけど、まあ、練習の強度とかメンバー争いとかそういったところはどうでした？いや、まず初めてクラブハウスがあるチームに行ったというか藤枝もなくて、はい、秋田もなくて、自分で練習着も選択してスパイクも持って帰って次の日の練習に向かうみたいな生活をしてたんで、お財布と携帯と鍵だけで練習場に行けるんだみたいなあ、プロっぽいなみたいなことを感じて、で自分のちゃんとロッカールームがあって、練習着もちゃんと用意していただいてて、やっぱりこう入って選手たちも、自分が中学校の時と高校の時に日本代表で見せた選手とか、それこそダゾーンとかで見てたりとかいうような選手たちがたくさんいたんで、最初なんか少し変な感じというか、言ったら半年前までは J3 でやってた人間だったんで、ただその時ちょうど吉田京サイドバックがすごい怪我人が続出してたんで、はい、ポジション争いっていうところもちろん熾烈ではありましたけど、行ってすぐメンバー入れてもらえてみたいな感じでしたね。うん、ただ僕が行って3週間ぐらい、ゆうとくんが日本帰ってくるってなって、はい、マジかと思って、もうそしたら次の週に FC 東京ってなって、週明けにはもうゆうとくん練習に来てるみたいな。最初なんかこうヴィッセルとかいろんな話が出てて、まあでも FC 東京は帰ってこないんじゃないみたいな話も出てたけど、話ちげえじゃんとか思ったりも正直しましたけど、はい、チームとしてもそういう獲得のチャンスが来たからっていう、いやそれはもちろんやっぱゆうとくんみたいな存在の人を獲得できる、もうそんなマイナスなことは一個もないですけど、自分にとってはマジかよっていうのはありましたね正直。そうです、結構、まあ、試合に絡めなかったりとか、うん、メンバーにもっていうところで、まあ、総じて結構厳しい時間ではあったっていうことなんですか？いやそうですね、行って最初は長谷川健太監督のところで数試合出れたりもしましたけど、そこでちょっと人生と初めてぐらいですね、1ヶ月ぐらいの怪我をして、その間にまさかの監督変わってしまって、でそのシーズン終わって新シーズンから、アルベル監督が監督になって、そこからの移籍、今年、夏に移籍するまでの1年半はもうほとんど絡めず、うん、はい、苦しい時間でしたね、はい、うん、そういった時間をこう過ごしてまた、まあ、町田で再起していくと思うんですけど、はいはい、なんかその時はどんなこうメンタリティで、まあ、日々の練習とかはあると思う、過ごしてこう取り組んでいたんですか？やっぱ練習が始まったら、なんとなく試合に向かっていくメンバーがなんとなく分かったりとか、やっぱする中で分かってはいるけど、出る方のメンバーじゃなかったりとか、出ない方のメンバーの、紅白戦にも入れなかったりとかっていう時は本当に、苦しかったし、でもやっぱサッカーって午前中で練習終わって、まあ、お昼過ぎぐらいには帰るから、はい、そこから自分の時間、家族の時間だから、
ずっと下向いてるわけにもいかないし、まあでも多分結構落ち込んでたと思うんで、まあ、奥さん含めて家族にはだいぶ気を使わせたと思いますけど、練習終われば次の日の練習までの時間が始まるなって思いながら、また練習、次の日の練習は来るなって思いながらいましたね。もちろんやっぱり FC 東京でプレーできるとか、そこにいるっていうことの価値とかありがたさっていうのはもちろんあったんですけど、でもやっぱりサッカー選手として試合に出れないっていうことがここまできついのかっていうことはそこで初めて経験しましたね。はい、こうやって取り上げてもらえたりとかしてて、そこから這い上がってみたいな感じで、まあ、いいことのようにあれしてますけど、でもやっぱベストは、まあ、高卒とか大卒で J1 とか活躍して、とか海外飛び立ってたくさん試合出て注目浴びて稼いでっていうのがやっぱりサッカー選手としては僕はベストだと思うし、自分もそこを目指してましたし、ただまあ自分はたまたまそういう道を経て今ここにいるっていうだけで、でも割となんか自分はそれを発信しちゃうというか、はい、そうやってみんなに思っていただけるんですけど、町田の話行く前に最後に1個だけ、そのさっき長友選手の話もありましたけど、はいはい、近くで、まあ、まさにポジションも同じでいろんなことを感じられたと思うんですが、長友選手のこう凄みというか、なんかこう隣で一番感じたことって何ですか？もちろんサッカー選手としての、まあ、経験もあるし、対人の強さとか、あの年齢でも本当にチームでトップぐらい走行距離を走ったりとか、スピードも速かったりとか、そういった選手での、面っていうのはもちろんすごいなって思いましたけど、やっぱゆうとくんのその存在感というか人としてのみんなに与える影響みたいなのはすごいなって思いました。やっぱゆうとくんがいるだけでなんかみんな元気になったりとか、練習でも一番大きい声出してみんな苦しい時もずっと鼓舞したりとか、なんかゆうとくん、まあ、代表入ってたりしたんで、なんか代表期間でいる時といない時っていうのはなんとなく雰囲気違ったりとかして、まあ、ゆうとくんも多分ゆうとくんでいろんな思いを持ってやられてたと思うんですけど、不自然にこう空元気で、ああ行こうよみたいな言ってるというか、本当なんか自然的になんかすごい明るくて力強い、自然とみんなそれにちょっと影響されるみたいな、そういうところはすごいなと思いました。本人は次のワールドカップも目指すと公言されてますけど、それも凄さだと思います、うん、ゆうとくんのそのなんか普通の人だとマジみたいなっていうところを、なんかゆうとくんが言ってると本当になんかなりそうだし、そう思わせるし、で本当に多分冗談とかじゃなくて、多分ゆうとくんまっすぐ思ってるというか、多分あの FC 東京の中でもトップクラスにサッカー上手くなりたいと思ってたように見えるし、自分でも言ってましたし、トレ上手くなりたいみたいな、このままじゃダメだみたいな、そのなんか向上心みたいなっていうのをやっぱあれだけインテルとか代表も十何年とかいたのに、正直帰ってきて少しなんかこう余裕を持ってやってもいいぐらいの存在なのに、うん、いやもっともっとみたいな、この姿勢っていうのはやっぱすごいなと思いました。若手はやらざるを得ない。いやいや、そうですよね本当に練習も手抜かないし、人一倍声出して汗流してる人がやっぱやってたらやらないわけにいかないですよね、本当に。その自分が当事者で経験した瞬間っていうのは結構頭真っ白になって、変な特別感みたいな、自分たちだけなんでみたいな、自分たちだけなんじゃないかみたいな感覚に陥ったりして、